実際に高校生教えてても、僕の授業これすごく大事にしてるんだけど、先生見つけられませんよってみんな言うの。模擬試験受けないと。で、これがすごく大事。では、滝野由美子先生がこれから授業したいと思います。だこれ訳書くんだよ。じゃあ始めていきまはしい、ょよろしくお願いしう。お願いします。ます。直接会うのは初めましてですね。よろしくお願いしもうオまンラインばっかでしたので、そんな初めてで、今日は読解も初めてということでやっていきましょう。句法ね、文法の部分は、これからもう少し習得しなければいけないんですけど、実際読めるように、ならなきゃいけないので、それをね、確認しながらやっていくというような形になります。解き方2つあるよって、漢文はいろんな目線持ってね。これはね、古文も漢文も現代文も英語もそうだと思うんだ。言語ってものは全部そう。同じような形とか、同じようなフレーズが出てきたら、そこは同じ意味になるってやんなきゃいけない。今さ、ね、この並びって初めて登場した？これがあって、遊ぶがあって、こうとって、この1、2点無視していいかな。この4文字のこの並びって初登場。いや、一番最初に。いたでしょ？同じ部分はアスタリスク振ってつないであげんの。どことつながる？今言ったように。最初の、洗脳をかけて。そうだよね。ここにつながるじゃん。はい。そうすると何ができるのかっていうと、同じ言い換えが起きただけなの。今喋ってるの女性でしょ？誰に喋ってるはず？洗脳。でしょ？だから、あなたは高等に行ったんですよねって意味と一致するね。洗脳は高等に行きました。あなたは高等に行きました。同じフレーズが来たら、つないであげると、ここの振り方一緒になるの。っていうふうに見るのも大事。だから、この順番も大事なんだけど、漢文大事なのはね、一文一文をゆっくりゆっくり読むと、こういうの気づけないんだよね。実際に高校生教えてても、僕の授業これすごく大事にしてるんだけど、先生見つけられませんよってみんな言うの。で、なんで見つけられないのっていうと、その1点とかにこうやって読んでると訳しちゃうから、この形で見てないんだよ。そう、訳しちゃうとさ、いろんな訳のバリエーション出ちゃうと、こことここが一緒の形だなって形で見えないでしょ。入試においては実は良くない弊害だから。そう、だから僕は基本、訳すべきところは訳すんだけど、漢文は漢文のままで見えるようにした方がいいよねっていうのが、一応僕のお願いね。だから、まさにこういうことを意識しようね。今日お家帰って復習するときとかは、これが述語になるな、じゃあこれが自動詞なのか他動詞なのか判断しなきゃ、もうやるし、でも、ここが同じ並びだから、絶対ここ1ね、ここ2確定だよね。じゃあ、あとこれどうするって見えればいい。初めのうちは、まだどんな内容かってところを考えることも大事なんだけど、よくわかんないもの多いから、漢文って。だから、今優先すべきは、なるほどね、文っていうのは主語が来たら次述語来るんだとか、述語は動詞だったら自動詞か他動詞か判断するんだ、みたいなことをやってもらえるといいかなって思います。少しずつちょっとね、こうやって見てくれるといいので、でもそのためには、ある程度文法を勉強してないと、さっとね、読めないところがあるんで、そこはしっかり勉強してほしいなと思います。はい、こんな感じで読み進めればいいので、そのためにもね、ちゃんと文法は勉強してください。はい、じゃあ終わりにしましょう。お疲れはい、ありが様とうでしございた。ました。滝野さん、こんにちは。はい、こんにちは。ね、オンラインではね、お願いします。2回ほどお会いしたんですけども、直接お会いするの初めてですよね。いよいよね、僕から見たら、ようやく準備期間終わって、これが本格的に受験目指してやっていくような状況になったかなと思うんですけども、去年足りなかったのは何かと言ったらば、僕は動画見ててこう思ってて、模擬試験受けないと。で、これがすごく大事。模擬試験まで受けてなかったから、どこまで今分からないのか、目標はどこなのかってことが見えてこなかったんだよね、勉強していても。で、そうするとやっぱりね、なんとなくで終わっちゃうんだよね、今の現状がどうなのか。ね、そしてどうやって成績上げていくのかってことをやっていくと、言い方悪いけども、現実的な受験勉強ってのができると思うんだよね。で、あとね、模擬試験受けるときに注意してほしいのは、
もしね、思ってる以上にいい偏差値を取っても油断しないように。どうしてかといったらば、受験生は大半が今浪人する人少ないから大学に行ってしまって、春は今の高校2年生が受けるんでしょ。ということはまだ受験勉強やってないの。だから偏差値ってのは相対的なもんだから、だからまだみんな勉強してないから、だから滝野さんがそれほど力がなくても、もしかするとそこそこの偏差値になる可能性があるんだね。だからそこで中身をしっかり分析しないと、なんか勘違いしてしまう。まあ、そういった意味ではそのあたりもよく見て、ね、一番ね、本当に科学的な勉強の仕方っていうのを僕もアドバイスしてきますので、はい、うん、まあでもね、今日3回目お会いして、はい、かなりね、あの受験ということに関しては現実として本気で捉えようとしてるなと思ってすごく嬉しいです。はい、じゃあこれから頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、俺に話すんじゃなくて、自分が自分自身に話す、それはどんな感じ？家で自分自身に話すの、誰もいないのに、そういうのなんて言う？ひと、うん、今日は歌詞やろう。はー、独り言で語るくらいならやろう。はー、もしあなたがあなた自身に話すんだったらっていうのを、はい、歌詞は何？独り言で語るくらいなら。そう。へえ、すごい。マインドっていうのは、頭の中っていうんです。頭の中、マインドね。だから頭さして、マインド、頭の中どうなってんだ、マインドね。これが頭の中。で、心っていうのは、ハート。ハートっていうでしょ。ね。はい、こっちは、ハート。確かに歌詞はさ、心の中で答え探すだけどさ、はい、実際人間の構造上、うん、答え探すのって心ってこっちじゃん。で、マインドは頭の中じゃん。うん、どっちで答え探す？頭の中。こっちじゃん。ね、こっちじゃ探さないじゃん。うん、だから、ここの訳はハートって書いたらちょっと変なんで、心臓で探すわけじゃないから、うん、頭の中で探すから、マインドの中でアンサー、答えを探すことっていうふうになるわけ。うん、で、これをね、問題です。頭の中はマインド。頭の外側は英語で何て言うでしょうか？絶対知ってる。ヘッド。そう、ヘアですね。この青い、あの自分でうまく絵描いててね、こっちの頭の外側のことをヘッドと言います。これ外側ね。じゃあ問題です。ハートっていうのは、結局心臓だから、中のやつなんだよ。こっちもマインドは頭の中。ね。で、ハートも中。じゃあ、外見。絵でうまいの？まあ似たようなもんだな。で、これ例えば、ボールが胸にドーンって当たって痛かったんですっていう時は外に当たったじゃん。中に当たってないから心臓に当たってないじゃん。その時は chest って言う。からもう一個、breast。これで breast って書くんだけど、読む時は breast って読む。breast, chest。これが外身の胸のこと。中身は heart だからね。そうすると、よく言うメンタリティとか、メンタルやられる、メンタリティやられるってよく言うじゃん。はい、そのメンタルってのはどっちがやられてんの？心。って思うじゃん。でもさ、それって心臓病じゃない？確かに。もうメンタリティマジやられて、メンタルクリニックとか言うじゃん。それって、病んでる人って、ここが痛えの？それとも、頭の中でぐるぐるいろんなこと考えちゃって、あの人に怒られたら嫌だなとか、人間関係嫌だなって思って病むの、どっち？頭の。でしょ？だから正しくはそのメンタルっていうのはこっちと思いきや本当はこっちなわけ。だからこそメンタルのメンが一緒じゃん、これは。それつながってるわけよ。メンタルクリニックとかメンタリティの頭の中でいろいろ考えちゃうからメンタリティちょっとメンタルやられちゃいますねみたいなことを言うやつね。で、この図を覚えておいてもらって、もう一回ね、頭の中はマインド、心の中はハート、で、外見はヘッドとチェストとブリーストって書くけど、読むときはブレストっていうふうに言います。はい、では、滝野由美子先生がこれから授業したいと思います。だからこれ、訳書くんだよ。はい。だから歌えば歌詞は思いつくだろ。はい。だそこに間違ってもいいから、こう、ちっちゃくこの辺にこう、空いてるところに、はい。やっていきましょう。はい。わかりました。はい、では。
それでは、今回は滝野由美子先生による歌詞説明をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では説明していってください。お願いします。はい、まずは、if はもしという意味です。もし you はあなた、talk は話すで、 to yourself はあなた自身ということで、あなたがあなた自身に話すということは独り言を言ってるところなので、独り言で語るで F なので、独り言で語るくらいなら、みたいな感じになります。いいでしょ、そこに下に書いてください、はい、で with out で何々しないでという意味になります。で saying anything で何かを言うことなくというのは、まあ、黙っているということになります。黙ったまま何かしようみたいな感じです。はい、ちょっとそこまでちょっと歌ってみてよ。はい、一人ごとで亀のこっち語るくらいならば、黙ったまま何かしよう、今の場所でどんな想像をしても。はい、次行ってみよう。最後、 If you talk to yourself、 上と一緒です。そうです、はい。でも本当の歌詞はブツブツつぶやいてたって。そうだね、です。うん、 Who listens、うん、誰が耳を傾けるんだ。よし、はい、OK です。じゃあ先生できました。できました。手拭いていいよ、来たのですね、はい、いきます。ひとりごとで語るくらいならば、黙ったまま何かしよう、今の場所でどんな想像しても、見えるものに限りはある、心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう、みんなが行くその目的地には夢に気づくのもいない、ブツブツつぶやいてたって、誰が耳を傾けるんだ。ラロビオフォートダイ、ここまでは英語でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。